はい、皆さん、こんにちは。お元気でしょうか c s アストークウェイブ、えー、担当の清家でございます。春ですね、えー、もうね、いよいよね、もういろんな、ね、旅立ちが始まった季節でございます、えー。今日はですね、その旅立ちということもありまして、えー、特別ゲスト、ねえー、私としては非常にね、やりにくい相手が来ておるんですけど、えー、なんと私の息子でございまして、孝太郎くんといいます。孝、えー、太郎くん、どうも。 はいどうも、はい、はじめまして、はい、はじめましてっておかしいんですけどねここでははじめまして,ここましてあもうねもう本当にこの特お父さんがねやってるラジオに息子さんが出てくるっていうねあの、うん、なんかちょっとかなり緊張するものがございますけど、うん、緊張や恥ずかしいやろ、はい、緊張や恥ずかしいや無理やり連れてこられたんだよねそうですねそうですねはいで、えー、いよいよですね彼もですね今度こ,この春からえっ、ー、と東京での生活が、えー、始まるということでねまも,、はい、もなくね えー、とりあえずおめでとうございますありがとうございますよかったよかった、うん、で、えー、まあ旅立ちの春 新生活が始まるということで、えーまあ、彼にですね、ちょっといろいろ、まあ、これ、番組聞いてる方はね、このタイミングね、まああのー、いろいろこれから生活が変わっていく人たちね、えー、いらっしゃる、同じような境遇の方もいらっしゃるし、そういうお子さんを持ってる方たちもいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺の話をね、えー、聞けたらなと思うんですけど、どうですか、もう、まあ、当然、1人でね、あのー、東京で生活が始まるんだけど、うん、なんか不安とかある まあ不安しかないのはまあもちろんなんですけれども、何て言うかな、受験で一回東京に行ったわけですよ。で、その時に感じた東京って、もちろん観光目的で行ったわけではないのでまあそうだなで,で。 すごい違った目で見てしまいますよね、その人々も、駅も、スカイツリーさえも、スカイツリーも、受験で行った時はスカイツリーすら敵に見えたんで、敵に見えた、敵に見えましたまあ、普段はね、観光とかだもんね。何見下ろしてくれてるんだようそっちか。なるほどね。す卑屈になるんですよ、ななんか、受験の時に、なんかエピソードがあったんだってあ、電車が止まったっていう、受験校に行く途中に、まあ、 線路に人が立ち入ったのといあるいは隠語だというまあ噂もありますけどもああんかあったね実際にねでその日のニュースで何かやってましたけどあいたあたあたあたたそれでで,でえーまあ、電車が、えー、1五ぐらい遅れてそう試験会場にはまあ滑り込みに行くちょっと<す>まあ まあ滑り込み実際に滑り込んだわけではないですけどもまあすごいギリギリの状態で到達しましてで問題はそこだけじゃなくてですね何あっこれ言ってないな多分ね聞いてないぞえっ何えっと3時間受験試験があるんですよ国 A シャートで国 A が終わった段階で受験票なくしましてちょっと休み時間外行ってる間になんかはいえええ やつが消えてう探して探して結局もうそこら中もぞもぞしながら、うん、後ろの人にもなん,かなんか不安そうな目で見られるんですよあなた大丈夫みたいな感じだよ、ねうん、で最終的に試験が始まって <laughs>、はあ、どうするであのやっぱ入試ともなると一人あのその替え玉入試っていうふうぐためにあの試験官が顔を確認してくるでそれはそうだよで 1>, 1時間目、2時間目はもちろん何の問題もなくそこ通過したわけですから同じ人がやってきた顔を確認するんですけどうん、うん、受験票がないということを伝えるとささ、うん、さっ,さっさと前に行ってしまってですね大人たちの会話とか試験官同士の会話があって周りもちょっとがやがやしせすわけですおいおいで,でまた帰ってくるわけですね、試験官さんが。神妙なお持ちでファイナルアンサーで本当にないのという 本当にないんですないから言ったんですよということでじゃあ私も一緒に探してあげんかバンの中を開けてみましょうみたいな優しいな恥ずかしいんですよ何が悲しくて知らない人たちの周りな開けなきゃいけないのということで。 負けましたらですね、うん、一発目にポケットから出てきます。バカ野郎、はいはい、なんだそれ。まずあのバッグにポケットが付いてることを忘れてたんですね。で二時間目が終わったなんかでそこに入れた状態であ<ー>外にジュースを買いに行ったんです。ある、はい。やってしまってます、ね。いやーなんか俺もなんかそういうの経験ある。あの普段使わないようなポケットになんか入れてるんだよね。 気が到底して、なんかわけのわかんないところに。わかるわー。まあ、でもよかったね。でもね。あの間に合った隣の、隣の生徒からは、ちょっと、これグッジョブ。うん、いや、グッジョブじゃないけどねグッョブ。グッョブ。あ、よかった。よかったっ。たたね、うーん。はい、なんか。 微笑ましいやいや、その話は知らなかったよ、本当に。いや、言ってない。ああ、ねや誰も、もう、みんな、もう、これ、宇和島市内の人、みんな知っちゃったよね。いやいや、そのうち、測定されるでしょうね。いや、まあ、それはね、でもね、通ったことよかったし、住むところも早々と決まったよね。良かった良かった。 寮ですね。かにね。いいですよ。はいまあ、今、まあ、バタバタしなくて、ね、そうだね、まあ、一人生活っていうよりも、やっぱり今、寮の入って、まあ、先輩、後輩っていうか、まあ、後輩だけどね,、うんうん、ね、いろんな学校の学生さんたちと交流もできるし、はいうん、それを楽しみにして,るて、まあ、でも、新しいスタートということで、えーね、まあ、しばらくは、ね、じいちゃん、ばあちゃん、ね、愛媛も離れちゃって、寂しい思いしちゃうけど、はいうん、まあ、向こうでね、しっかりと。 勉強してほしいなと思います田舎臭い虫が食えなくなると,思うとそんなこと言うなよね,ね。まあまた食べに行きますよ飯食わしてね向、はい、<laughs> こうででへ、えー、そんな高太郎くんなんですけど a、えー、ですねまあ私の仕事の関係もありまして小さい頃から割とですね、えー、スーパーセンターそれからまあ壁ライダーこのあたりにですね 非常にその関わりながら個人的にも好きで滑ていたみたいです。何が一番好きだったっけかぶとディケイドですね。ああ、仮面ライダーね。戦隊のにあまりあまりいかなかった。そうだね、あまりいかなかったね。なぜかっていうと、僕、低血圧なんか知らないけど、朝遅いので、仮面ライダーの方が後から始まるんですよ。そういう理由が。なるほど、30分ほどね。仮面ライダーがちょうどいいいいちょうどいいああ、そうか、そういう理由。 いやーこれはちょっとでもねあううであマーケティングにいいヒントになりますね <laughs> やっぱ起きてる時間帯締結ですのね。そうですね、うん、そうなんだうんどういうことか、えっと、どっちが先だえっとカブトが先かもちろんカブ,ト、うん、カブトはどんな感じの好き,好きだったどういうところ、はい、まずストーリーは全然面白くないですまず、はい、全く面白くな違う角度から来た<の> <laughs> ちっちゃい頃にビジュアルで見てたんですよちっちゃい頃<ー>で大人ちょっと成長した段階でもう一回今度はストーリーの面で見てみようと思ったら、うん ぐだぐだじゃねえかと。この設定無理あるだろうと。はい。はい。そういうことがいろいろいいろろまあ雑なところが見えてきまして。はい。でも好きですよ、本当ね。ビジュアルも、あのやっぱりカメラ屋台でも一番かっこいいよね。かっこいいよね。色もいいですよ。いい。あの、かぶとは、いい赤出してもいい。大ヒットしたあの、かぶとレッドっていう名前がね、もうついたぐらいで、もガングもね、あの DX のね、ベルト、大。 好評、まあスタッフがすごい優秀だったんですよね。脚本家以外。そう、そうなの、なかなか手厳しいですね。厳しいですね。で、まあ、あの、まあ、仮面ライダーをかぶと、もうそうだけど、えと、その後ディケイド。デケイド。ディケイドはどういうところが好きだった。あの、なんか、その、まあ、主演の方がもう、かる、や、かるやくの。あ、井上さん。はい、井上さんもおっしゃってましたけど。はい。まず、ディケイド時代。 要はチートキャラなんですよね要は全てのライダーを使いこなすというチートだよね確かにねでその要は一部のライダーのファンからはもう逆に言うと嫌われるわけですよこんなありかとはいはいでそういう意見に対してその井上さんは逆にそのチート感を楽しんでほしいとなるほどやっぱりその別次元の人だねやっぱり実際次元超えてますけど次元超えてあっち行ったりこっち行ったりしますけど なるほどねやっぱオリジナルを汚すなみたいなイメージがあるかもしれないねで実際にディケイドの見ててその要はいの当時の役者と同じ俳優さん使えないわけですよ、魔物によっては。そうだねゲスト出演でそのブレイドの時はちゃんとブレイド役が後に出てくれたんですけども。 これもまたカブトは広いもんでしたからねああかの役の人はちょっともし水島ひろくさんはちょっとさすがに使えないだと持ってこれなかったかなあの時はね電王ももちろん無理でしたあ佐藤君だともう使えないですねうんじゃ使われた人たちはどうなるのみたいな話は電王は電王役自体が出てきませんでしたもうイマジンだけの話でしたからねあそうかそうかそうだねああ はい、今人主体でも物語りがはいはいはい、まあだまあ出しやすい状況に合わせた構成で話をするわけですね。さすがチートキャラ。チートキャラ。うんうん。まあそんなね、えー、まあ特に最近そのね話題になっている仮面ライダーリケイドなんですが、えー、っとこもうすぐねプレミアムバンダイの方からね。あ,あそうです、ね。うん。はい、あの実はもう販売はされてるんですけど、コンプリートセレクションモディフィケーション。はい。最初 C S,、えー、<S M ですういうの。C S、CS、M。はい。どう取ります、ね。 かなり僕もまだね残念ながら僕たち二次発売の方のグループに入ってるんでまだ商品が届いてないんですがいやごめんコ太郎君もうねあの商品届いた時はに東京なんですよそうなんですね嘘ああもう残念だなぁまあまあ仕方ないまあ送ってもらうというか送ってしまうんです送れそこまでしてお父さんしなきゃだねでもあのなんかすごいいいよねなんか音楽が出るんだってたよねそうですねあの下のボタンを押すことでちゃんとその のの説教というタタイイトトルルあ音楽のタイトルがつないつかさの説教確かつかさの説教だったと思ことですねあの「チャラダーン」っていうやつそうそうそう変身前のあのあのくだりがちなにはいちょっとそれ楽しみやね説教したくなっちゃうね説教したくなっちゃいますね壁に向かって壁に向かっていやそれいいな2曲ぐらい入ってる2曲ですねディケイドっていうまあ 要はそのカードをひっくり返してからの返信の時に流れる曲ですね。とかっ、あちょっと、ボンゴが入ったあギターのね、ラテンギターが入ったみたいなやつ。あ,あの曲はいいですいい、ね、いいですねねあ,あれが入ってるので、しかもなんか、はい、カードの音を発動させながら音楽もかけれてるという、あもちろんそうです。何な,なの、そのこだわりようというのはね、ちょっとね、届きましたらね、ねこちらの c s ね、CS、トークウェーブ。 ガングレビューで私必ず持ってまいりまして説教しますのでそしてその後東京に送っていただくいやいやそっちはちょっとどうなるかな僕だって楽しみたいんだけどちょっと間違っても着払いなんかにはしないいや着払いの話じゃなくてさまあね東京で頑張っているだろう我が子の方にわかんないけどでもなんか話だとその後その CSM シリーズちょっとディエンドドライバー 出る出ないっていう話がなんかチちらちらって聞いてるんだからその辺は分かんないよね開けてみないと分かんないこれもね DN ドライバーも非常に人気だったもんですからネットでは出るやら出ないやらでやるねもうすごいなんかこうなんていうのあおるっていうかじらされてますよねちなみにその DN ドライバーっていうのがどんなものかってご存知ない方に説明しますとまあガンタイプのね 変身装置なんですけどカードを入れて発動させるというやつなんですけど他の世界のライダーを召喚できるというこれまたチートなのなるほどねあったね56人バーンとこう並べさせてねああで電音を一人相手に2体呼び出して3対1の構図に持ち込む嫌な戦い方を見せてくれたさすが海藤君あっ海藤大樹嫌ですね 回答って、あの人盗み、盗っただよね、確かね。ですよね、回答は。書いてますけど、まあ、まあ、実態はもちろん。本当は回答なんで、ねあの。あっちの回答ですね。あっちの回答なんですねです、えー。なるほどね。まあ、そういうね <laughs>、えー、まだまだこれからお楽しみの商品も出てくるですね。えー、ライダー系、特にコンプリートセレクション、モディフィケーション。はい,は,いはい、はい、はい。ね。 楽しみでございます。ますえー、今後もですね、はいえー、待って、えー、紹介していきたいなと思っております。はい、さあそれでここでは、えー、今日はですねま孝太郎君にまあに、まあ、番組にお付き合いいただきながら、えー、まず最初に第1局のですね、えー、リクエストを聞いたいと思いますが、はい、1局何かどうぞ。ああそうですねまあじゃあまあ話がディケイドの話にもなってしまいましょ、ねうん、そうだねそこだね。行っちゃいましょうかじゃあそう「ディエンドから。うん えー、トレジャースナイパー来たーそれでは聞いてみましょう回答、ね、大輝によるトレジャースナイパー、はい、Here we go どうぞ